民主主義的な欲求こそが、今の敵、だろうか。お金ください。最終的にあるものは、つまりそれではある。以前の給付金は間違いなく、あの状況ではありがたい話だ。もう一回、それはその先も延々と、国庫を窮乏させ続けそう。お金というものへの、その理解は為政者になるほどかどんどん疑問にはなっていく。働いていたお金と、単に吸った紙幣との差は、どこ？ハイパーインフレは大概、そのありふれた奈落。理解はあっても、不意に不安にはなる状況。相手に同意が得られない感じがある。価値とは人々の同意の束だ。それを担保にして、お金、それは存在する。お金は高価であっても、単なる証書に過ぎない。その時その本体とは、政府が示す、日本という環境、それであったり、する。1万円はいつまで1万円？